クールガールゾンビハンター。こちら ZPF です。切り裂く高校応答願います。 ZPF から？一体何なんだ。はい、こちら切り裂く高校です。 ZPF 応答願います。たった今そちらへドローンを飛ばしました。そろそろ救援物資が必要かと思って。それはお心遣い感謝いたします。それではコンテナを受け取ってくださいね。皆さんの無事を祈ります。はい、ありがとうございます。救援物資のコンテナが届いたか。よし、取りに行くとしよう。殲滅する。次も狙うぞ。リロード。来るぞ。構えろ。もらうぞ。これは ZPF の保存食セットか。
優しい。保存食ってちょっと苦手なんですよね。なんか古いもの食べてるような気がして。久保田君、君は何ということを言うのだ。はい。やばー、喉入っちゃった。保存食こそ人類の歴史と英知の結晶。それを誹謗することは私が許さん。まあ上条先輩、落ち着いてください。秋葉もまあ聞け。人間が生きて活動するために何が必要か。それは栄養、すなわち食料だ。食料をなくして人類の発展はなかった。つまり食の確保こそが人類の生存と発展の大きなテーマなのだ。随分と話が壮大になりましたわね。だが古代において食料はいつでも手に入るわけではなかった。そこで考え出されたのが食料を保存する方法だ。乾燥、塩漬け、酢漬け、そして冷却。それら先人の知恵と工夫が詰まった保存食を。久保田君、君は何と心得るか。すみません、私が間違ってました。えなみさんって案外面白い人ですわね。二重人格じゃないよね。